今回は、リーグモードの、なんだっけ、メダルを取るっていうトロフィーがあるんで、それをアンロックするために、まあ、やっていきたいと思います。まあ、リーグは、リーグ戦って言って、オンラインで、前あった、なんだっけな、あれ、コープだっけ？コープモードっていうのが PS3 の時あったと思うんですけど、あれを、レースの長さだったり、何戦やるかとか結構自由に変えられるっていう感じで、ちょっと自由度上がったバージョンみたいな感じですね。あれをやっていって、で、それでシーズン終わったところで、ランキング3以上だと多分メダルが取れるっていう感じだと思うんで、とりあえず、まあ、クリアするためにやっていければ、いきたいと思います。なんか、毎週、このぐらいの時間に開催してるみたいなんで、その前後戦、きちんと戦って、ポイントを取っていくような形になるかと思います。なんかこれでさ、 AI のレベル死ぬほど高かったりしたらどうしよう。AI のレベルどれぐらいにしてんのかな、めちゃめちゃ気になりますね。めちゃめちゃ参加してる割には誰も出席してないっていう、この出席率の低さ。なんかあれですね、こうやって例えば僕以外誰も参加してないけどメンバーだけいるっていう状況になった時は、AI がやるんですけれども、その AI の、レベルとかもリーグ作る側は設定できるんで、これで例えば110とか100とかになってると、かなり、もう僕からするともう絶望的な状況になっちゃうわけですね。え、こんなもんだったっけ。大丈夫大丈夫、 OK、 いけるぜ。多分そんなない、ランク難易度上げてないですね。やばいやばい、ミスちゃった。あららららら、やばいやばい、あんまりなんか慣れてないですね、この動きに。なんて言ったらいいのかな、ポールポジションゲットだぜ。このなんかショートトラックあんま好きじゃないですよね。セクターブレイ、1コーナーブレイキングしていって、その後のあの下りが嫌いで。いや1秒落ちか、余裕やな。でこれでまあ多分コープやったことある人は分かると思うんですけど、なんだこれで、まあ、予選とレースをやっていって、どん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 進んでいって、でまあ最終的に、おそらくドライバーズランキングが最上だとメダルが獲得できるかなと思います。あれ、なんかみんな同じ車なんで、俺の代わりにパクるの？俺なんか気持ち悪い。
かカラーリングパクられるのってすごいキモいですね。危ない、バッカ、調子乗りました、ちょっと突っ込めそうですよね。さっきからなんかすげえ手前になってるけど、でさっきここの遠赤使っちゃうとまたスピンしちゃうんで注意しないと。でここもなるべくさっきの感じだとギアボックスの振動でダメージ入っちゃってるので、なるべくショートシフトっていうかギア丁寧に使う感じで。落とすタイミングが結構難しいですね。いやー難しいな、なかなかギアボックスの振動を切るタイミングがあるんで、それ考慮しながらきちんとタイヤマネジメントしようかなっていうのやってるんですけど、そのタイミングが難しくて今みたいに調子乗ってやってたらコンマ7も遅くなっちゃったんで、結構ギア落とすタイミングも今すごい意識してやってますけど、なかなかうまくいかないですね。この最後のラップは、今変な動きしちゃったな。オッケー、優勝。
オッケー。なんかこのアバター使ってて思うんですけど、意外とこのアバター僕に似てます。まあこんな濃いっていうかパッチリお目目じゃないし、ここまで顔色黒じゃないけど、唇もなんかこんなに濃くないかな。